タンド・ユージ・ベラフィは、オーストラリアパース出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。J リーグでの登録名は、タンド・ベラフィ。父親が、ジンバブエ人で、母親が、日本人のハーフ。ミドルネームは、ユージ。2007年に、クイーンズランドロアで、プロデビュー。その後、パース・グローリー、メルボルン・ビクトリー、メルボルン・シティと複数の A リーグクラブを渡り歩き。 2016年1月、湘南ベルマーレに完全遺跡で加入した。しかし、レギュラー定着には至らず、リーグ戦はわずか5試合の出場に止まり、チームも J2 に降格した。2017年シーズンは FC 東京より復帰した秋元陽太が、リーグ戦、全42試合でゴールを守り、ベラフィに出場機会が訪れることはなかった。2018年1月、 契約満了に伴い、湘南を退団。同月末に、ニュージーランドのウェディントン・フェニックスへ加入した。2008年、北京オリンピック本大会に臨む U-23、オーストラリア代表最終メンバー18名に、選出されるも、出場機会はなかった。フル代表でも2011年の AFC、アジアカップ予選を戦うメンバーに招集されたことがあるが、 この時も出場することはなかった。ありがとうございます。